ご近所ハピネッツです。ここスタジオアルベのある秋田拠点センターアルベから目と鼻の先にオフィス練習会場がある秋田ノーザンハピネッツを椎名ちゃん目線で深掘りするコーナーです。さあ今日は2022世界ラート選手権からラート競技選手権から帰ってきました秋田ノーザンハピネッツ所属高橋康彦選手お招きしております。改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、大会本当にお疲れ様でした。はい、デンマークで開催された選手権、はいはい、いつ帰ってこられましたか？帰国したのは6月の1日に、はいはい、日本に戻りました。はいはい、ね、で今いろんなところで結果報告っていうのもされてると思いますけれども、椎名ちゃんでも出発前にご出演いただきました。はいはい、なのでちょっとまあ気になっている視聴者の皆さんもいると思いますので、改めて世界大会の結果ですね、はい、まずはこちらです。ご覧ください、はい、種目別で男子直転2位、男子跳躍3位、男子射点10位で個人総合が2位という結果で、終えられました。はいはい、まずは率直な感想をお願いいたします。とりあえず、自分の、持てる力は出してきたかなというふうには思っています。はい、いろんな意見はあると思うんですけど、はい、あるとりあえずとりあえずはまず言いたいお二人が、横にいるので後でいっぱいもらおうと思って、まずは、はいはい、社会選手、とりあえず自分では、よくやったなと、いろんな、はい、こういう社会状況の中でまずよくやってきたなっていうふうに思っています。はい、はいはい、いいですよ、いいですよ、もう両サイドから今日は周りがやるんだよ本人は別にいいな俺、ね、いやようやく2位になってくれたそうです、ね、ずっと会うたびに1位だったのよ、そうですね、これがちょっと悔い悪かったな。1位だったですからね、何かし、そうですね、いや久しぶりに金メダル取れなかったですね。よかったよかった。今日はメダルもね実際持ってきていただいています。はい、ここに銀メダル2つと銅メダルがあります。はい、ちなみに中村さんにさっき触ってほし、触りますかって言ったら、俺は銀メダルは触らないって。こっそり言ったのに、もう早くも今度逆言ってるじゃん。いやでも本当金メダル取ってきて触ってほしかったなって思うんですよ。やっぱり今も報告とか行った時に、だって不愉快だろ。顔が良くて爽やかで頭が良くて、それで世界一だよ。気分悪いよな。だからあんまり俺の前に来るなって言ってたでもすごいよな、すごい、秋田でこういう人がいるってことがすごいな、はい、怒れたよな今褒められてるぞすごい、はい、褒められてるぞすごい、今そうですね、いや分かんない、心の中ではやっぱりこう、よく分かってるなんだ2位かって思われてるかもしれないそう何回もここに回ってるからな、はい、今ねいろいろ調整も大変だったっていうお話ありますけれども、コロナ禍で4年ぶりの世界大会に、ね、はいはいはい、なったということ で、うん、で日本選手権もこう映像でのはいはい、審査だったりして、はい、いろいろその元からの大会の状況とは変わってきた、ね、はい、4年間だと思いますけれども、やっぱりなかなか大変な4年間、そうですね、練習できたりできなかったりとか、やっぱり大会がないっていうことでモチベーションを保つの大変だったりとか、いろいろあったんですけども、今回久しぶりに行けて、もう久々のその仲間と世界の仲間と会えて、もう久し、もう本当みんな久しぶり、久しぶり、大会っていうのもお祭りみたいな感じでみんなこう盛り上がってやってました、はい、楽しそうだったな。楽しかったです。10位は初めて、はい、10位取ったの初めて、 あの射程はですね、はい、見事に落ちましたいやー今ちょっとすごい、あれだけはかなりちょっと悔しい、でも下手だったんだなって思います。そういうちょっと待って、何歳までやるんだよ。いやー何歳もやれるうちやろうかな、今37ですけど、やれるうちはやりたいなと。でしかも今回終わった頃に、終わる頃にみんなにまた次も出てねっていろんな人に言われて、お世辞でいやもうそろそろ勝てなくなったって思ったんだ、みんな周りがな選手層の
年齢とかってどんな感じなんですか？まあ、今回ちなみに優勝あの種目別も含めて優勝した人たちは20、22、25とかそうな、はい、前半、はい、じゃあ一番上か。もうそうですね、3種目では一番上でした。37で個人総合出てる人はもう一人だけですね。はい、だからでもその20の子とかに今回金メダル取った人に僕がおめでとうって言ったら2年後も出てねって言われたんですよ。だから絶対勝てると思ってんの、あった出たら俺も俺って な危なかったら来るなって言うのもう引退したらってもうそろそろいいじゃないですか。いやでもかっこいいよな、行ってさ仲間と会ったとかってな、うん、外人だよ、うん、かっこいい話せるの。はい、全部一応英語でコミュニケーションは取ります、うん、はい、いやだから腹立つと中村さん、あの、はい、このね個人総合2位でしたという結果を聞いて、はい、中村さんの感想はいかがですか？ノルザマミロって今日先生なんだ違う、この人ずるい、あの自分の親友で、うん、大学も大学行くかな、はい、あの遠山心、はい、女性なんだ、はい、どう知ってますかって、だって親父が心って俺は心を込めてって言うから、うん、その心を取って名前つけたわけよ、はいはいはい、それくらい本当に親しいわけよ。それが友達だって言っから振られると俺もちょっとな別に表現取ったわけじゃないぞ、共通のあそういえばそうだったと思って共通のあれが出た。いや長く生きてるとな僕もなんかそんなに濃いつながりだと思ってなくてすごいよ、びっくりしました。すごいつながりその富山家とは、はい、あるかな、はい、YouTube でもちゃんと残してもらってだからそれでいくとな、浅井川俺ね、じゃあこの人2位な、はい、北口やり投げの、はい、北口それが優勝、はい、今度初めて勝ったんです、うん、世界なんとかグランプリで優勝、これのお母さんが俺の教え子じゃ、浅井川、そうな、浅井川、浅井川の教え子、それでね、うん、俺こうあの浅井川で寿司を食ってる時にそういう話聞いたからちょっと電話しろって言って電話したらもう後からな俺からだつで辞めてから初めてだから電話するの、はい、汗かいたって全身電話しただけであの頃はあの頃は恐ろしかったみたいな自分で言ってるけども相手は大変だったと思うよ。そうもう切ったの電話しながらこう今日自分見たら世界一になって、うん、わあ高橋勝ったっつあのやり投げもすごいですよね。すごいな、すごい明るい あのテレビより知らないけど明るいああいうのがいいなやっぱりな。2020オリンピック出てるんだ。でおときも確か出てたんですけど、あのオリンピックはダメだった、うん、ダメだった、あの3位に入りそうだったんだけど、うん、成績はね。でもようやくなんか、ね、また愛してすごい先輩に出てやったからびっくりした、うん、みんなやっぱすごいな、うん、今富樫なんかはアメリカ行って、うん、渡辺裕太と一緒にトレーニングしてるから、はいはい、世界が変わった、うん、俺んとこに来ればいいのになって言ってもう中村さんとも分かんないですもう中村さんを登竜門でこうまたいろいろ言ってるわけだから世界にね、はい、変わったねやっぱりな、うん、世界が本当にこう近くなったみんなな、高橋選手 の、はい、あのハピネッツのホームページに掲載されていたコメントで、はい、まあ、あのこれからもラート競技にはどんどん挑戦していく、はい、続けていくという決意も書かれていました、はい、ただ続ける以上に新しい技や演技に挑戦し続けなければというコメントもされていましたが、はいはいはい、やっぱりこう常に常に新しい、そうですね、新しい技、自分が考えた技とかは、はい、出していきたいなと思ってて、うん、まあ、今回もいくつか出しましたし、いや実は今回そのルール変更が、まあ、この後行われるんですけど、はい、それに合わせてやってる、まあ、新しい技とかも、まあ、あるので、まあ、今後もあの次出るとしたらそれを出して、あ、またあいつなんかさ新しいのやってきたなっていうような風にしてやるならあのそういう風にして出たいなと思います。すごいな、はい、ただなんかしがみつくんじゃなくて進歩してる姿を見てないですいやかっこいいですね、はい、まあ、その新しいことに挑戦するという点では中村さんも
もう勝った時のそういう戦術をずっと貫くっていうわけではなくて、ずっとこうアップデートアップデートでしょ、ね、だからアメリカ行くとね、はい、俺やっぱアメリカ好きなの。アメリカに練習に行くと、こう練習見てると一生懸命考えたのやってる大学があるわけよ、うん、こいつら俺の盗んだなと思ってどっかから漏れたなって。そう、もうでも新しいの、日本人はやっぱ考える力はあるから、うん、なだから新しいも新しいものと、そうある、うん、ハピネスもね、あの 2-3 ゾーンはちょっと俺も気分悪い、うん、言っておけ内村にもうもう本当ね、うん、新しいものな、うん、そうだ。あと僕あの中村さんのエピソードを聞いてて、はい、聞いたすごい刺激になったのが、その場で合わなかったらすぐ変えたりとか、うん、常にそのいいもの、よりいいものにどんどん変えていくっていう中村さんのエピソードを聞いたことがあって、うん、あだからそう長い間トップでできるんだなっていうのを思って、うんまあ、そうなんですよ。それはすごい僕覚えてる、はい、すぐ帰る、土曜日負けると、土曜日負けるともうそういううちに、うん、もうダメだったら好きやん、出てごめんってあれダメだったって、はい、選手ごめん、そうその切り替えるっていうのがすごいんで、これでいくって、はい、なんてことね。もうじゃあカズさん精神がラート競技にはね、いや僕もだからそう思ってますね。楽しい、いいものだったらパッと変えていける、そういう柔軟性とかそういう臨機応変さはやっぱり持ち続けたいなって思ってます。ハピネスの宝だよな、うん、本当にな、うん、すごい。まあ、日本チームとしては金メダルも獲得されて、来年開催の世界ラートチームカップの出場権も、はいはい、獲得されたということで、はい、高橋選手から意気込みをお願いいたします。そうですね、来年その国別の対抗戦の世界大会がありますので、はい、まあ、それにもまた選ばれるように、今年の冬はおそらく全日本選手権再開されると思うので、また優勝できるようにいきたいと思います。で2年後のまた個人の世界大会があるので、いやその後やっぱり金メダル取って、うん、もう一回ちょっと中村さんに、うん、そうだ、持ってきてもらいたいです。俺休む長くやるためには、はい、な金メダル取られないです。あそっか、いやでもそこでいやもういや難しいですよね。そこら辺がやっぱり取りたい、もう一回取りたいなっていう気持ちがすごいあるんで、はい、いや本当にかっこいいですね、はい、うん、秋田を挙げてみんなで高橋康彦選手、そしてラート競技という、ね、競技にも注目して応援していきたいなと、ね、思いますね。はい、ということで今日のご近所ハピネッツ前半はハピネッツ所属のラート競技高橋康彦選手にお話を伺いました。この後も一緒によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で後半はですね、はい、ハピネッツの選手契約に関する話題です。さあまず先週 VTR でも椎名ちゃんに出演していただきました、こちらの選手背番号12番川島隼人選手が契約合意となりました。中村さん、こちらの契約合意についてコメントいかがでしょうか。もう一気にやれってちびりちびりと出してくるんだよ毎日ちびりちびりなあ、これなんかもう決まってるくせにと思いながらなけど、でも俺川島ね、最初来た時はちょっとね、うん、イマジだったの、うん、もう髪の格好もおかしいと思う、もう誰とおかしいだろうなって、それプレーがね、うん、こっちこう行くときにシャッて行っちゃえばいいのに、うん、ちょっとこっちにモーション起こしてな、色気出しながらだけどなんかワンプモーションがいらん、うん、それからね、いや俺から見たら良くなっていったな、うん、後半は相当良くなったな川島な、うん、それで東山大沢って監督なんです、うん、はいはい、でこれはね、いやなかなかの監督で、うん、まだ若いんだ、で東山が出て、あとどこ行ったんだろう大学は、大学どこだろう川島大学は、あ関西学院大学、あじゃあこれやっぱ大したことなかったんだ、うん、きっとだからこれから良くなるよ、面白いもんだな、これで大学まで大したことないのでね、人間というのは人生頑張ってるとどっかで必ず芽が出る、だからな、
北谷町、ただな、三栄を辞めてきたことは気分悪いんです俺は三栄に対する思い入れが強いわけよ、思い入れが強いです。三栄 もう泥沼だわけよ、もう一回戻れって言ったよくなってから戻れって言ったけど、でもよくなってきた、うん、俺あのプレーもね、うん、あすっきりしてきたの、うん、やることが、それでこういろんなプレーが多彩なの、うん、この選手は、うん、だから期待してるんだ、うん、来シーズンはな、はい、ね、川島隼人選手、ね、はい、来季もいてくれるということでした。そしてまだまだ出ています、アレックス・デイビス選手とジョーダン・グリーン選手が契約解除となり自由交渉選手リストに入りました。こちらについてはいかがですか。デイビスは2年契約残ってて、はい、あの実は話し合いの結果、うん、ってからきっとどっか決まってんだって来て、デイビスは絶対そう思う、いや俺の感じではな、決まってなきゃもっと褒めるよ、2年契約してんだから。だからデイビスもうまくなったよ、うん、秋田で、うん、あれちょっとね谷口だとかさ、うん、それも古川もそうだし、それから誰かもいたの、あの出て行って日の丸をナショナルチームにいるわけよ、はいはい、あ、野本選手、野本も、はいはい、そうな、それであんまりこう活躍したわけじゃないんだけれども、なんか出て行って、そうですね、おかしかった暁ファイブの、そうですよ ね、 野本もそれ、谷口もずっと思ったんだ、もっと使いようがあるかなって、うん、あの大きさでシュートがあって、はい、それみんなね、ディフェンスがダメだとか陣頭とかって言うけど、あんなドドなの、うん、ディフェンスなんか気合だって気合、はい、もうてめえなんかやられるもんかと思う気持ちがあればね、大丈夫だって、ただにも言っとけディフェンスがどうとかって言われてるって言うから、もうその気だったらもうその通りでもね、デイビスも本当に良くなっていった、来た時はねコールビートのちっちゃいのが来たなという感じだったの、はい、なんでこんなの取ったかなと思う間に良くなっていったデイビスは、だからきっと次のところに高く売りたいようにしてそれなアクタリスクに残していけ、怖そうですけどね、どこのチームに行くのか絶対行く、ちょっと動向が気になりますね、はい、今チームいっぱいあるしな、まあ、そうですね、グリーンはのだってまあ次のほら入ってくるやつとのあれだからな、はい、シューターでグリーンは、まあ、得点だけ取るとやっぱりすごいですよ、うん、グリーンっていうのはな、ただバスケットそのものは多分ね、バスケットもラートと一緒で頭を使うわけよな、ね、もうねそれと頭いいからそれで持ってるわけでしょもうだからグリーンはそれにはね、もしかしたらちょっと前田ヘッドコーチの考え方と合わない点があるかもしれない。そしてそうですね、こう代わりに入ってきた新加入の選手ケレム・カンター選手、はい、得点取るぞ、本当、はい、取るぞ、シュートは上手くてな、まあ、で見たわけじゃないけど映像見てるとシュートは取る、ただ遅いじゃん、はあ、さあ秋田のバスケットと合うかどうかっていうのは私は不安は残るなあのね遅いそれでもしな、分からんけどアイバーソンが残って彼が来るんであれば一大事だぞ、ちょっとどうやって作るのかちょっと楽しみだな、これはな、秋田のバスケットやっぱり守るって、うん、今度来るのはこいつは守りないぞ、うん、守るとか、ただシュートはすごい、これはいろんな国で得点をなったりしてるから、うん、彼はなセンターではないわけ、センターじゃない、ないセンターじゃない、だからまあアイバーソンと契約する、うん、俺もうちょっとな中バシャッとでかくてよ、うんうん、それであそこで点数取るな、取るよリバウンドって点数取るやつが来れば秋田はシューターはいっぱいいるからな、うん、捨てることいるんだよ、うん、捨ててもいいって言ってるの名前あげたいくらいだけどだただお前、この日はただ新潟だけだって新潟もよ心配なのよな、三重と新潟は人がいない、はい、農民もいなくなったわけよ、はい、新潟は俺心配だから、ただ新潟だしな、ついで笑ってた、ただでもねただの大ファンのが、あそれこそあれだよ、
本間ちゃんの娘、多田、はいはい、の大ファンで、あ、そうなんですか、うわ、なんだ多田かよ、うん、ちょっと飯食うぞって言われたら分かりましたって、どう取るかどうか別にしてな、そうそう、多田なあ、そうだったんですね。いやー、まあちょっと、ね、でもいいキャラクター持ってんだってな、はい、キャラはめっちゃ面白い、すごいってな、めっちゃ面白いです、そう、田口が言ってたそうですよね、自分だとお前はもうやめろって、うん、じゃ誰か後継ぐのったら多田ですって間違いなく面白いです、面白いってな、ということでね、まあ来期のハッピーレッツにも、ね、はい、期待しながら、はい、今後の情報にもね注目していこうと思います、さあ以上ご近所ハピネッツのコーナーでした。